皆さん今日なんでお前喧嘩売ったんだよ。いや今日ちょっとねテーマがあって自身の思う、おい俺の話聞きながら文字打ってんじゃねえぞ自身の思う最強キャラをちょっと作ってきてもらったんだよね。なんて打ったんだよ、きっと殺すとか打ったんだろう、どうせどうせ禁止ワードになっちゃったよ。チンコって書いたの。あ、ちょっとあれやろうぜ、あれ何今なら間に合う。ちょっと行くよ。あ、牛頼むよ。オッケー、これいける、頑張れ、時間があと10秒しかない。おな空気壊すなよそこ、こだろ。俺3つ目で、俺4つ目だと思ったんだよ。ちょっと4つ目が俺だよ、びっくりマークだよ。ほんとにチンコだろ。ねえ、だったんだよ。チン伸びたこの動画のピーク迎えたわ。迎えたね、今のピークだった。ピークだったよね。ちょっとあそこら辺を拡大するやつだね綺麗な場所だな。綺麗だねー、ね俺たちの顔も綺麗だ。バケモンじゃねえか、それどうなってんだ、頭の頭のアンテナどうなってんの、それグラサンだよ、グラサン。あっこれ声優しいな、お前そう、めちゃくちゃ爽やかだな。そっち行ったぞ、そっち行ったぞ、あいつ声ハマりすぎだろ行きますうるせえこれいいやつ欲しいな。最初はそんな悪いやつ来ないよね、なんか流れ的に。わかんねえよ。嵐とか来ないけど。うわっ、いいやつだ。ちなみに今回チビカップに設定してるんで。うわっ、いや、お前気づきちパカッと開いたな。顔本当だ。うずいてる。これ気づくちだったんだ。あれこれ怖すぎる。あ、ワンオンあるな。あるんじゃない。あ、ありますね。確かに風も。風も、うん。やべ。ゴルフやってそうだな、長年。裸足だけどな。ほんとだ。ゴルフ悪くないか、これ悪くないか。あーおえどこ行くのどこ行くのすごいすごいすごいすげえことになった。ああーなるんだ。こう行くね。まあ悪くはない、そうだね。こうなるんだ。いいデータが取れましたよ。やべえな、データ渡しちゃったな。はい。俺ちょっと曲げようと思ったのに、あれ見て、うわ左からうわうわっていうか、このなりなんか若干マーシー感あるんだよな、牛マーシーだよな。確かにミニにタコがってあるね。違うよ、普通にただの怖い人だよ。確かにこんな服で歌ってるの見たことあるな。ね、昔ね、昔の映像で影響で、やめて。確かに弱めに打った方がいいな、これマーシーじゃん。相当転がったマーシー早くして。高低差があるんだよ。マーシー早く。マーシーじゃねえよボブだよ誰だよ。いいんじゃないの。全員ボブつけるのやめろ。あ、うまい。あー転がるな、これ。よっしゃ、結構転がんね、本当に。すげえちょうどいいじゃん。うまい、めちゃめちゃうまいな。これイーグル取るよ、ジャイアン。たけし、たけし早くして。たけし顔が怖い。気をつけた、綺麗だ。気をつけすんね。背筋は伸びてる。ジャイアン、これスロット大事。いけ。ああ曲げようと思ったのに。同じこと言うんじゃないよ。いや、なんかこれ左から曲げたくなんない。確かにあるある。右に向かってね、これかなり転がるからな。めっちゃ転がるね。風もある。え、どのぐらいのパワーだった。風もあるので。俺はそこそこ弱くしたよ。俺も弱めでいいかな。うん、結構怖えな。あ、これでも誰かイーグル出すね。そうだね、可能性ある。これは出しそうだね。だって1打目だからね、これね。お、ああ、そっか。あれ転がるの結構弱くしたよ。ちょっと結構ビビったよ。これビビったね。ジャイアンにしたらビビったね。かなりビビって。あ、でもいい感じに転がるな。転がるな。転がるな。あ、これ。あ、あれ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 。バキポチャって言った。そんなのあるか。罰を受けなさい。
よしよしよし。お強そうじゃん、見ろこれ。早く。あるだろこれ。いやいや。うわ、ガチさんのは一番弱そうだよ、本当に。あー、肌白いもん、意外と。バキとかにいそうじゃん、これ。いないだろこれ。ガッチさんぐらいの強さだわこれ本当に。まだまだガッチさんぐらいだ。すごい平均的なおじさんじゃん。平均的なおじさんだね。ブルース・リーのコスプレしてるおっさんだよ。こいつも話したよ。怖いからこっち側にしようかな。そうだ ね。結構跳ねていくからね。あ、やばい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 。ポチャったやついるからね。やったか。いや弱くてもいいんだよ。ああやったな。これやった。これやった。あでも止まった。止まればいい、止まればいい。よし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 。止まった。止まるか。落ちようよ。落ちるべきさ。え、これってでもさ、イーグルの人とイケポチャの人ってだいぶ差出ちゃうよね。差出ちゃうよ、これ。悪いけど。イーグルなんて誰も出ないから。イーグルは出ないけどね。お前らぐらいじゃ出せないから。あれ、全然いかねえな。ほんとだ。おぉ、いかない。やべえ。これは差が出ますね。これ差出るね、今回の戦いは。ねえ、うん、俺らまだ1しか打ってないからね。打ってないからね。言ったけど、君たちなんかカチャカチャやってるけど。やってるけど。さっきから。いや、ちなみに俺も1だし、カチャカチャです。お前、ほんと。セツさんはさっき。実質3だな。バキポチャンやってんだよ。罰受けてるから。おびたのくせに。誰に。あー、惜しい。うまい。あーもうちょい左だったら。そうね。これでバーディーは無理だ。これ入れたらさすがに驚くわ。こんなもん。これ地獄だな。ガチさんこれ決めたら超かっこいいよ。これはかっこいいね。これパターじゃなくて普通に打ちたいもんな。打ちたいね。逆に。いくぜ。はい。転がさなきゃいけない。これ入ったらブルースリーだわ。フォアチャー！あ、やりましたな。全然やったこれやった。全曲がらない。やったな。全曲がらない。全然曲がらない。全然曲がらなかった。俺らの目の前に来た。さあ、まあパーでいけばいいかな。こいつデカカップ引いてんだよな何気に。これほぼ風の影響もないだろ。行くわ。そうね、風なんか関係ない。いきなりイーグル来る？ちょっと落ちたら転がるぐらいの考えよ。いきます。あっ急げよ。あーやっちゃった。やっちゃった。もうやっちゃった。おいいいよ。ほらよしよしよし、やるよっつったのに。いや確かにもっと曲げとく。もらったな。いや、あれ取れやこれ。これ難しいぞ。チビカップだよ、チビカップ。めっちゃ騒ぐな、こいつら。そっち行ったぞ。いや俺は得意だよこういうの。あぶねえ。やめろ。これは悪くないんじゃないですか。外した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 。外しましたね。うわっうわっ。やばい、ここのイーグルは。あーマジか。やっぱなんか自力の差出たな。やっぱ自力の差。まだ難しいんだけど、どういうことなのこれ。まだ難しい。今から地獄見るから。いやマイナス2だぜ俺。これもしかしたらさ、うん、ウッシーイーグル俺バーディー。あ、ガチさんやっちゃった。あらーあらららら。ちょっとウッシー、ウッシー俺らちょっと相手になんねえよ。ちょっとなんねえな。ああこれはそうだよな、相手なんねえよな。お前こっち来んなよ。やべ、知って調子悪いな。心の友を入れてくれよ。ちょっとカップでかすぎんな。いいだろそれ。いいことだろ。いいことでしかないだろ。何嘆いてんの。傷がうずく。いや、やばいパクパクしてる。してる。普通に怖えよ。怖え。全然入らない。よし、でもここだけ差があれば多分次相当いいはず。初めてかもね、でもこうなってんの、うん、多分ここまで差ついてるの初めて。そうね、3打差だからね、上と下で。おぉ、マジかー。ちょっと強そうだ。あぶねー。あれこれ4パターンなんじゃない、スコアが。
すごい。やば。4人全員違うスコア出す。あっす、ね、初めて。初めてだな。あっ食ったポイント稼いだ。あ、でも見て、一番ジャイアン感出してるから俺。いや、それはそうだよ。いらねえんだよ、別に。ジャイアン選手権やってねえよ。よーい。もう全員違う。ああ、やっちまったなぁ。これは1位かなり悪いの出るんじゃない？あり得る。で、そう、差がありす、ね、かなり2個くるんじゃん。そうだよね。あ、大丈夫か。あ、大丈夫か。俺も今一瞬固まったわ。ったね、今怖かったよね。今怖かった。今全員ちょっと差したからね。あ, あって、ちょっと。あ、みんなが不甲斐ねえから2つ回すんだよ。あ、悪い。あ、まあ別にいいですよ。えぇ、ー、ビッグエア使ってるけど。ああ、嫌だな。まあまあまあ、これはいい。山口。どっちが？なんで？恐怖。ちょっと怖くはある。あ、なかなか生きてますね、これ。あ、あ、この向かい風嫌だな。これ届くのかな？これ届くのかな？あ、届くだ。まあ、さすがに届くか。290年。で、6メートル。牛の参考になるな。パワーショット。行くぞ。ありがてえわ。はい。ミスれミスれ。ミスれミスれ。いいですね。いいですよ。クソが。あー、全然いった。ちょうどいい。全然大丈夫じゃん、風。全然大丈夫だ。お、超綺麗。いいショット。それハンデじゃないよ。もらったぞ。ね、全然ハンデなってない。ね、やり直して。ビッグエアの飛距離分減ったんだからいいじゃねえか。どうした？どうした？無言で見つめんのやめろ。まあ、とりあえずここでいっか。あ、俺1個だ。よかったー。危ない。はい。あ、これやったことないからいい。これ勝手でやるやつ。これ一回もやったことない。本当に怖いから。目飲み込んでるから。俺もここでこうでいいんじゃない？ああ、ほぼ同じだ。あ、でも俺は向かい風あったけどさ。ほぼないもんね、俺。そう、超えちゃうかも。ってことは？フルパワーだと。かな。パワーモード使わないでもいいんじゃないの？確かにそれでよさそう。だって俺があそこまで行ったんだよね、向かい風6メートルで。確かに。確かに。手差があんの。うん。ちょっと下になる。おしゃれなショットだ。どうなの？おしゃれなショットだ。普通のナイスショットだ。ウシーと同じところに行ってるわ。僕と同じところに行ってるわ。うわ、すげえすげえすげえ。完全に同じ。すげえ見てる。やっぱ俺らちょっとレベル違うかもね。やっぱなんか、うん、抑えた方がよかったかも。伸びた。伸びたかも。伸びた。先にいてくれりゃ抑えたのにな。ね。俺はいいの出るでしょ、これ。先に行ってほしいわ。よし、これでかい。あ、でかか。まあまあ、そんぐらい上げなきゃ。デカカップで満足するんだ。レトロさんあのレトさんが。あのレトロさんが。トルネード以外はもう全て文句言うのに。嘘だろ、嘘だろ。まさか。嘘だろ。それは嘘だろ。ちょっと欲張りが過ぎるでしょ。ワンチャンを狙いすぎるだろ。見つけたからって。どれぐらいやんないと勝てねえんだよ。でもね、どうせ通用するならそれやんなくていいだろ。欲深さが。どうしたパワーに溺れたか。奇跡のパワーに溺れるあいつ。トランクスだよ。トランクスだよ。お父さん超えたって言い張ってた時のやつだよ。ムキムキのやつね。こんなもんかな。弱すぎちゃう。それはそれで。いけいくんじゃない下手すぎ。弱くない？ねえ。危ない！危ない！危ない！すげえ！すげえ！すげえ！奇跡起こした。今ので10ポイント稼いで。マジかよ。さっきのイケポチャで学んでる。よし、これ2個来るでしょ。あの軌道で水切らないだろう。普通ね。危ねえ危ねえ。あんな上から行けんのに。あ、でかカップ。お、はい。これでかいね。あー、まあ。ちょっとこれではな。ガチさんも同じことやんねえかな。水切る。水切ってパチャってやんねえかな。ガチさんだけ。俺パワー足んねえんだけど全然。パワー足んねえな。俺280ぐらいで大丈夫だったよ。いや、でもパワーモード使えばいいんじゃないの。うん、これ使った方がいいかな。俺も280ぐらいで普通に今のところだったわ。うん。まあでも大丈夫かな。風あるからね。よし。あ、いいね。いいね、いいよ。良さそうね、良さそうね。あ、綺麗だなぁ。おー、良さそうね。しっかり乗った。うん。あ、よしよしよし。あ、すごいすごいすごい。あ、一番行った。一番近い。一番行った。しかもフェアウェイだ。ドラコンいただきですね。あ、ちゃんと全員、あれなんだな。フェアウェイ乗ってんだな。ね。
瀬戸さんがこれ決めなきゃな。奇跡があるよ。決めたいなぁ。ジャイアン、ジャイアン真似したはいいけどさ、カチャって言ったからな。それで10ポイント稼いだからな。もうちょっとポイントもらってもいいけど、ね、まあ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 、いい、これは結構いいよ。あー、うまい。これは完全にうまいな。これバーディー確定。バーディーか。 3.1。 ほら、まだか。こんぐらいにしてみっか。そっち行ったぞ。まだかな。ほらほら、あぶねー。いや、近いやつがうるせえな。近いやつがうるせえな。もっと威嚇しろ。プレッシャーかけろ。こんぐらいですか。そっち行ったぞ。あっ、やばい。ちょっと超ブレブレになっちゃったじゃん。そっち行ったぞ。おっと、あ、これいいよ。やばい、やらかした、やらかした、やらかした。いや、飛んでる方向は悪くないんじゃん。パワーが足りなすぎる。おっと、当たんない。なりませんぞ。あ、でも次入れれば。そうだね。うわ、俺風強いな。そっか、チップインバーディーも点数高いもんね。そうそうそう、風強いけど、まあほぼ追い風だな。追い風で、よし、いけるか。いきましたよ。マジか。あ、弱くね。あ、いや、でも風考えると、追い風が、風がある。そうか、追い風か。いかないで。ホーミング、ホーミング。あ、出たー。戻ってこないで。出た、戻ってこないで。俺らのホーミング。まあでも逆言ってる。でも悪くなかったよ。三人固まってる。これを決めて、これを決めて、強いか。遠くでガチャガチャ。よし、ない。ホーミング。このホーミングは良さそう。確かに。あんまり行かないよね。あ、でもこれこれこれ、すげえ。そんなにホーミングすんの。ね、ピンが動いてる。すげえ戻ってきた。あ、これ結構難しいぞ。あれ、これちょっとだけ傾いてる。これ風の影響をあれかないと考える。パターじゃないから風の影響はほぼないと考えろ俺。あ、そうだな。いきます。だけダメパターンあるよ、ちょっとこれ実は。ちょっと 3.3 メートル風、ちょっと右にするわ。あっ、ずれたか。あ、拍手が起きた。あ、拍手が起きた。完全に俺邪魔してたな。邪魔だったわ、今打った瞬間。あ、すげえうまい。寄せたね。さすがにこれは。あ、そっか、でも俺パーかー。安定だ。あ、ずれた。まあいいや。よし。やばい、追いつかれた。よし。よし。まあ、デカカップだしね。余裕。デカカップやっぱ強いな。余裕持って打てるな。ポイント差が。デルトさんもバーディー出した。ある。いやー、デカですもんね。まあ、ね、エトントデカ。デカとデカ。エトントデカ。警察関係者じゃねえよ。なんでジャイアンの真似して作ったのにその鼻になっちゃったの。なんで鼻だけ完成度落ちてんのそんなに。違う、これ。これが一番いいんだって。股の下から映ってる。鼻だけ完成度低すぎだろ。うわ、もうドストレートじゃん。すげえ。いや、ウッシーだけちょっと強くない。今やばいぞこれ。来た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 な。やばいな。やべ、ミスった。あ、でもこれ、あ、やばいんじゃない。ちょっと舐めすぎた。うわぁ、完全に舐めてかかった。最終ホール。あ、なんか起きねえかな。起きない、起きない。ちょっとずらしてぐるくるくる稼いでもいいんじゃないの。あ、ごめん、もう打っちゃった。ポイント稼ぎ。ポイント稼ぎした方がいいんじゃない。した方がいいかもしれない。いやー、傷うずくなー。まあまあまあ。おー、パーあいつだけじゃねえのか。やべ、おい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 。はい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 。最後、最後、最後で逆転すっから。なんで、これでかいぞ。最終ホールだぞ。ね。2打差は結構だよ。いや、あえてだよ。これはやばいなー。あえて。あえてね、あれが出れば。さあ、消える変則。よし、牛やらかす。消える変則はもう何もできないでしょ。消える変則。来い。行くぜ。来い。いや、ごめん、融合すんな、融合すんな。
撃連続。せめて強風とかそのあたり。初めてでしょ、これ。初めてですよ。おい、もうこれ終わんない。いいよ、いいよ。これ完全に終わりだろ。こういうのが欲しかった。初めてのやつやめろ、マジで。何突っかかりで。ヘイトを飛びすぎましたね。おい、ちょっと、おいたかすぎるだろ。突っかかりって何。いや、やっぱ、ウッシーは見せてくれるよね。おいた、あー、ちょっと、しかも早めに行かない。時間もないよ。いや、え、ちょっと待って、何が突っかかったのか、俺警戒しすぎたんだけど。突っかかってないね、全然。突っかかってない。もう結果的に俺いいとこ飛んだから。あー、くそー。なんだよー。なんだよー。ちゃんと広めのとこ狙ったから。全然突っかかってねえじゃん。どこで突っかかんのかすげえ見てたのにさ。うん、突っかかりって何なんだろうな。ねえ。でも突っかかりって言われるだけで、なんかもう打ちづらいもの。確かに。トルネード、トルネード。あ、いい。全部ピンク。まあでもミスはなくなるから。無風。ああ、よし。ああ。無風は好き。いやでも俺は2打の余裕あるから、ちょっとぐらいミスしてもいいんだよ。そのつもりでいこう。あ、そうだよな。そうなんだよな。まあね。逆に俺らがもうイーグル狙いぐらいでいかなきゃさ。もうイーグル狙って。じゃあ俺こう行く？それ、いけ跳ねる、いけ跳ねれば。いや、いけ跳ねあるよ。いけ跳ねやってるからさっき。うん。ちょっとって行き跳ねあるよ、ワンチャン、ワンチャン。行き跳ね狙おうよ。そしたらイーグル狙える可能性が。俺も一回やったから、全員ちゃんとノルマ1でお願いします。ウシ、次そっから行き跳ねすんのか。こっから行け狙ったらどこ打つんだよ。いいところだ。あ、いいところだ。めっちゃいいところだ。次入るワンチャン、ワンチャンない話では。あー、狙えるね。まあ無風だしね。そうそう。ガチさん、これトルネード出したらさ、そう、イーグル狙えるよね。ね、無風トルネード。頼む。最強の組み合わせ。はい。ああ、落とした。頭いいや。でもいい方だ、いい方だ。トルネード。うん、うわあ、パッドラインか。まあいいや。これカスだから、ね。みんなパッドラインに厳しいな。ね、結構いいでしょ。入れたいじゃん、もう。みんなもう欲が深い。ガイさん入れるの好きだもんね。入れ出し、出し入れすんの好き。ただの直接的な下ネタじゃん。ただの上級以上のことを勝手に言ってくるんだ。我らだって好き、違う、男が好きじゃなかったら人類滅亡だからね。言っとくけどね。すげえ大きな話を出してごまかそうとしてる。スケールで隠したな。あ、でもなんかみんな近いで、大体一緒だったな。うん、次決めるか。あ、俺もな。あー、でも関係あんのかな、2位とかで。マイナスの可能性あるよ、全然。あ、いいよ、ね、え、なんで、あ、え、なんで、いいやつ出るんだ。トルネード。あ、いいよ。あ、はあ、いい。あ、あれ、あ、なんか落ちずるいな。あ、あれ、すごくいい。これ来そうだ。あ、いや、続けましょう。ガチさん、何ガチさん、本当にやめて、ちょっと。ね、キヨのね、ルーレットがまだ回ってるんだ。ガチさん嘘だよね。ガチさん嘘だよね。そんなわけ、そんなわけないよ、そんなわけ。こんないい勝負してるのにガチさん嘘だよね。うん。続けてください。ガチさん。ガチさん、嘘でしょ。じゃあ俺水切りいっちゃうよ。水切りいっちゃうよ。まだ凹凸しそうだね、これ。水切りいくわ。水切り見せてくれ。見せてくれ。ナイスショット言われない。あ、いけそう、水切りマジで。ちゃんとなんかドライブ回転かけてんの。キリソ、おお、すごいすごいすごい、おー、すげーすげーすげー。ちょっと、ちょ、嘘でしょ。すげーよかったのに。ね、すげーよかったのにね。ガイさん見れた、ガイさん見れた。全然見えないね、まだルーレット回ってるからね。嘘でしょ。マジか、マジか。もう今、もう続けても最終ホールだし。なんだよ、もう困るよ、4位のガチさんがいなくなったら。ね、ね、大逆転座ったのにね。完璧なバックスピン。どこに落ちてんの、これ。これどこに。池にぼっちゃ打てないよね。なんかお前すげえジャンプ。なんだ今のジャンプ。なんだよ今。ガチさん止まったせいでお笑いプレイになっちゃってるよ。どうすりゃいいんだよ、俺動けねえんだけど。カツオさんの番なんですよ。カツオさん、これゼロ秒になっても動いてるよ、カツオさん。待って、あなた、カツオを、ここで、どうなる？カツオさん！カツオ！カツオさん！
った、どうだった。カツオがさ、リタイアーって、めっちゃ悔しがってる。死ぬほど悔しがってる。できたか。仕方ない、続きをやろうか。そうだ、音犠牲だったね。それは、音犠牲だった。風がそこそこあんだよな。ごめん。逆転のチャンスだったのに。あ、なんか突っかかったな、今、実際。いや、逆転してたよ、ガチさん。なんか、ゲージがガタガタいった。大逆転だったのに。ガタガタ言うんだ。うん、ガタガタいった。あの、ロード画面みたいなさ、たまにある。ああ、突っかかるんだ。いや、これ、全然うまいな。比べたら全然マシだ。全然だよね。そうだね、マシか。うん、で今のも一応、ウサギさん出たから。セルフで牛縛ってくれないとダメだよ。確かに、目つぶってやろう。うん、じゃあ、俺今から一切喋らないわ。その縛りはやめてくれ。レッドさん決めたら勝ちにしようよ。いや、まあ、これ決めたらさすがに勝ちでもいいよ。ね。いけ。別にデカカップとかでもないし。いける。インパクトずれたな。これずれてなければ。あー、もったいねー。グレートショット。俺どっから打つの？いやまだ勝てる。左利きになったな。右じゃ打てないもんな。右じゃ絶対打てないもん、これ。画面も見れないからさっぱりわからん。そうなるよ、ね。誰か実況してよ。想像の世界。想像の世界。実況し、あ、木のそばで。うん、木が誰が今、ね、木の横で打つんだけど。もう右利きの打ち方じゃ打てないから、仕方なく左利きの打ち方で打ってる。ね、ちょっと1個いいっすか。これ決めたら勝ちにして。はい、またかよ。お前結構距離近いからな、さっきと違って。しかもデカカップだしな、お前。お前結構条件揃ってんだぞ。おう、俺の話聞いてった。認めてない、まだ認めてないよ。普通にダメだ。普通にダメだ。ダメだったっけ。ダメだったけど。普通にダメだった。そこまで行ったら決めてほしかった。いや、ウシ外したら負けだよ、お願い。それだけちょっと厳しくないですか。いや、でもこれ入るよ、これは。いや、まあこれ極小ピンクゾーンなんだよ。これはドストレートのつもりでいいのかな。うし、右上見て、右上のキャラ。顔右上のキャラ見といた方がいいよ、これ。もらいました。うわうわあーあーあー、もう相手になんねえよ。どいつもこいつもよ。マジで、うわマジで強いな。普通にガチさん止まったから、この動画をお蔵入りにするか。使ってくださいよ。使ってくださいよ。これさ、頑張ったから俺に打とうとする。何殺しに来てんだ。もう殺すか。勝てないから1位やだから殺すか。殺そうとすんのやめ。あーボギーやってみよ。全然ボギーになった。ボギーになった。ボギー。ガチさん、俺イケポチャのやつ狙ったんだ。ああ、狙ったんか。そう。うまくワンバウンド目はしたんだけど。なんだよなー。殺しに来んのやめろ。探すのやめろ。どこだ。やめろ。でもこれレトルト2位なんじゃないの。ええ、あ、ほんとだ。え、そうだよ。ほんとだ。しかもバーディーだし。これバーディーや。マジで？ああ、ジャイアン2位？ジャイアン2位だ。おわ。本当にジャイアンみたいだな。ジャイアン。ジャイアン。たけし。なんだよこれ。たけし2位だよでも。っていうことは実質1位ってことだよね。実質ね。そういうことはって何？ということはってなんだ。実質。内訳を聞きたい。実質。子供、小学5年生の中で1位だよね、これ。いや、グーの根も出ない勝ち方してるだろ、もう。マイナス4か。ウシーだけ普通の一番体力ありそうな大人使ってるんだよ。えっつねーよな。本当だよ、俺たち子供だよ。俺もジジイだし。あれ、あいつ子供、あいつジジイなんだよ。頭にバンカー乗っけてっから。